ひどい目にあったです。ノロウイルスなんてもう二度とかかりたくないわね。うん、あの時はまだぼーっとしてたからわからなかったですけど、ののかさん変なこと言ってましたよね。そうね、確か意外にいい子だったよ、ノロウイルスって。あのあと魔法少女になったとも言ってましたよね。カピョンたちに会ってからちょっとしたことでは驚かなくなったけど、さすがに魔法少女はね。ののかさん不思議ちゃんです。とにかく次のステージまで当分は家で安静にしてなくちゃね。はい、今日はもう帰りましょう。魔法少女ね。ののかさん本当に行くんですか？うん、ノロウイルスさんに予防の仕方を習ってから二人にちゃんと教えなくちゃって思って。ルリさんもう寝てるかもですよ。ウリちゃんお邪魔します。あのこれはかわいい魔法少女です。違うの、野々花がノロウイルスが見えるようになったって言うし、予防のためには見えた方がいいかなって。だからね、これはその、いやいや、この衣装は前から用意してたはずです。アリちゃんも魔法少女になりたかったんだね。言わないで。じゃあ行くよ。マロニエールの栃木をエールするラジオ、略してマロラジ。みんな、とちテレ見てるかな。あなたもののかのイチゴを食べればベリーハッピー。イチゴみたいな乙女を目指して、イチゴをエール、春崎ののかだよ。みんなラー油レディ。お野菜いっぱい、ラブいっぱい、餃子をエール、つつみまなみです。ダサいって言ったらウリウリしてあげる。やればできる子嫌いじゃないわ。かんぴょうをエール、ウリタルリよ。あなたにエール、マロニエールです。ということで始まりました、マロニエールのマロラジ。春崎野中役の水よりです。つつみまなみ役の設楽まみです。ウリタルリ役の小林もとこです。今回はマロラジ初の試みの報告もありますので、ぜひぜひ皆様最後まで聞いてお楽しみください。お願いします。ね、というわけで今日もメールいただいてますので、ちょっと紹介していきたいと思うんですが、お願いしていいですか？はい、マロラジネーム、からっ風に耐えられないしげちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。初投稿になります。もう動画サイトでマロニエールの情報を見かけたので、これをきっかけに隠れファンになりましたが、隠れないで2月中旬にグッズ売ってないかなって思って、宇都宮メイトに行ったら、宇都宮のアニメイトさんですね、行ったら場所が分からなかったので店員さんに教えてもらったんですが、そのコーナーを見たら、なんでタオルだけなのよ、だけなのよ、だけなのよって自分でも驚きました。結局商品がこれしかなかったので別の商品を買ってから、ね、3時間かけて地元に戻ったんですけど、皆さんは期待していたのにちょっとがっかりした瞬間がありましたらぜひ教えてください。あのね、うん、なんかねテレビをね、うん、見ようとして、こう例えば今日が火曜日だって思って、なんか好きな楽しみにしてた番組があったんだけど、間違えて月曜日だった時とか、あれ始まんないなみたいなってこと、そうずっと待機してたのに始まらなくてがっかりってことはありますね。なんで番組さん見て気づかないの？番組を見る習慣がない。いいな、テレビについてるじゃん。もうついてないよあんまり。帰ってきてさ、あやった今日8時じゃ何やにあると思ってつけたらやってないってことだね。あるある、わかるわかる。あーそうなんだ。ちょっと今度からテレビ欄見よう。あと私すごいなんか最近の人になら通じるだろうがっかりなんだけど、最近ムック本って多いじゃん、付録ついてるやつで。結構さ女子のムック本だとさ、なんかトートバッグ付きとかさ あるじゃん。楽しみにして帰って開けた時にさ、なんか思ってたよりサイズ違うとか、なんか質感違うとかたまにある。あ女子あるあるな気がする。そうだね、私それすごいわかるから、通販基本しない、試着しないものは買わない。そっか、皆さんもお気をつけください、がっかりがないようにね。他にまだまだメール来てますので紹介したいと思います。マロラジネーム、バカさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ふと気に
になることがあったのでメールしました。おのおのが推している食材で地元ではよくこんな風に使ったり調理したりするけど他県では聞かんねえというものはあるのでしょうか。あったら教えてくださいと。おのおのが推している食材、思いつきません。はい、盛大な意思表明でした。なんかね、パセイさんからは、なんか栃木にだよね、いちごのカレーっていうのもあるって、特殊な使い方だよね、推しの食材、いちごの特殊な使い方。おお、いちごカレーすごいよね、栃木ってすごいんだね。いちごカレー、カンビオカレーとかもあっても良さそうだけど、カンビオカレーは超普通に美味しいんじゃない？ね、なんか歯ごたえ良さそうな感じがするけどね。はい、というわけでいろいろふつおたいただきました。ありがとうございました。いつもなら本来ここからふつおたのお便りコーナーに入るとこなんですけれども、今回は NO 違います。誰なんとなんかオールブラックス、いくぞって今回は、マロラジ初の試みとして、さっき言ってた報告なんですけれども、私たち3人で外に飛び出してみました。このスタジオから飛び出して、3次元のマロニエルが3次元に来たようですよみたいな、そのままだけど、どこに行ったかと言いますとね、実は先日私たちツイッターでもちょっと書いたんですけれども、3人で栃木に行ってきました。本拠地ですよ。そう、乗り込んできました。本陣ですね、ね、そうなんです。ね、写真もね撮っていただいたので、その模様を写真で振り返りながらちょっと今日はねいろいろお話ししたいと思います。あれ、あなたお預かりしてましたよね。ここはこっちに、こっちにあるんですよ。ありました。はい、じゃあまず、はい、じゃじゃん、1枚目の写真、はい、ペン、これはもうまさにさっきもお話にあった本拠地宇都宮メイト、宇都宮の店さんのアニメイトさんですね。私たちご挨拶行きたいというわがままを聞いていただいて、サインを無理やり書かせていただいて、なんか等身大のののかちゃんのポップがあったんですけど、こうやって見ると等身大って意外とののか大きいっていう、でもちょっとね、あのなんていうんだ、台座に乗ってるんだよね。そうなの、それもある。これね、みんなちょっと覚えといてほしいんですけど、私の足を見てください、肌色ですね。さあ次の写真行ってください。じゃじゃん、はい、あ、ここにも鎌倉祭り、設楽さんの足にご注目ください。あれ色変わってるよ。はい、あまりにね、はい、ちょっと栃木の冬寒さを舐めすぎだって話になってストッキングしか履いてなかったからね。嘘でしょ、春じゃんと思って。で、私たちは2人は耳当て持ってきたよとかマフラー持ってきたよってあって、で、あれ手袋ないんですかって言われるっていうね、スタッフさんに。みんなちょっと舐めすぎですよ、設楽さんなんて話になんないっすよみたいな話になっちゃって、で、まずは防寒具を買うっていう装備を整える。手袋買っていただきました、ね、設楽さんに至ってはタイツ買ってもらって、はい、なん、この鎌倉祭り見に行って、下がね、ずいぶん氷アイスバーンだったんだけど、設楽さん3回ぐらい転んだよね。そうだね。手袋とさ、タイツなかったらもう確実にレベル高くても装備ゼロみたいな。マネージャーから栃木舐めんなよ、かっこ笑っていう。ほんとすいませんでした。なんか私ほんとすぐ舐めちゃって、あんなに転んで寒い思いしたのに、翌朝みんなで着替えてる時、いや今日はストッキングだけでいけるんじゃないかなって言ってて、でもなんで野水さんがいや履いといた方がいいんじゃないかなって言ってくれて、その日寒波来てるって天気予報で言ってた。でも私暑がりの頃大丈夫だと思うんだよねって言って、ホテルの窓を出た瞬間、あ、ダメだったね、いろいろ肝心の鎌倉でもね、写真撮ってもらったり、っちゃってた写真、これじゃない、これがその私が舐めた翌朝に行った。翌朝も雪、夜からね、前の日の夜から降ってて、この平家の里ですね、ここいろいろ平家が使ってた器具とかが飾ってあったけど、面白かったね、ここね。実はこの日吹雪でしたね、鹿もいたしね、鹿さん寒そうだったね。こっちが西川の道の駅、キャラクターのクリッパっていうキャラクター、かわいいよね、眉毛つながっとるかなっていう、うん、かわいい、これお気に入りね、かわいい、足があって、皆さんぜひ入ってくださいね。あったかそうだった、こう見てわかると思うけど、雪で真っ白だからさ、寒いとかにが入りたいけど、逆にタイツさ、2枚巻きとかみんなしてたから、ね、脱ぐのも大変で入れなかったっていう。そうだ ね、ありましたね。そして日光東照宮です。
コーナー的な感じで私たちが、ね、タオルを持ってタオルをダダンって、うんうんうん、そこで何をしてきたかと言いますとじゃじゃじゃん絵馬を描きました。パワースポットで、ね、今年のねお正月にマロニーの3人がボイスコミックで書いていたのと同じように、うんうん、願い事を書いてきましたよ。実はこの絵も横にもいろいろ書いてあってね、私たちがまた放送されたぐらいにきっとツイッターとかブログとかであげようかなと思ってるので、はいね、その後この絵馬のその後どうなったかを見てください。ぜひ見に行ってほしいですね、うん、なんかスタッフの一緒に行ってくれたスタッフ安田さんとか、うん、マネージャーの安田さんとかの名前も一応書いたんですけど、うん、当日捻挫して歩けなくて、え雪の中どうするんですかっていうスタッフさんがいて、うん、その人の名前が捻挫まさきさんなので、そう捻挫まさきって横に書いてあるんですけど、実は今日収録の際聞いたら松葉杖ついてたんだよね。だから歩けないから結構車でお留守番してたり温泉入れるかっていうレベルだったんだけど、実は人体やらかしてたっていう後日談があったということで、でも多分この絵馬でどんどん治りが早くなるはずだから、多分その後日談も言えると思う、うん、あめっちゃ早くなったんですよ、パワースポットかなやっぱ日光かなってなると思います。そうか、ね、こんな感じでねかけてから東照宮に行けばこの絵馬が多分あると思う。そうだね、探してくださいマロニーの山、ぜひぜひこの辺に、この辺に今ね写真出てるこの辺に飾ってきました。すごいわかりやすい感じですね、うん、ね、うん、栃木のこのなんていうの町おこし、町おこしじゃないけど、ね、そう、ぜひ行ってほしい、ぜひぜひ足を運んでほしい、その際にはマロニーエルの T シャツ着てタオル持って行ってほしい、写真を撮って送ってほしい、そうだお願いします、お願いします、 We love 栃木ということで、普通だったらここで終わりのこうね終わりになりそうなんですけれども、私これだけは言っておきたい。なんだ？突然のおしゃこめイラストコーナー。おおもうね、台本とは何だったのか、ね、台本にはねもう終わりの時間になりましたみたいになってるんですけども、これだけは言わせてほしいのです。マロラジネームレッツさんからいただきました。マロニエルの皆さん、マロラジオ、マロラジオ、以前のウェブラジオでののかがおしゃこめイラストコーナーで紹介されないとイオリンが言っておりましたので、ののかのイラストを投稿して、どどんズバババーこれからののかのイラストがいっぱい紹介されることを祈ってますといただきました。来たよ、どこ、これじゃちょっと言ってあげてよ、この絵っぽいこと当てれっちゃってよ何その単語あ声当てて、当てれっちゃってレッツさん、私の胸に飛び込んできてもいいんだよ。サービスかやちゃうよサービス、嬉しかった、送ってきてくれた人にはもろなくサービスしちゃうよ。そんなに欲しかったよね。欲しいよ、欲しがり屋さんだよ。もう一のテンション急にテンション出てきちゃったねだってさ、あんなに私が口を酸っぱくして言っても来なかったの、来なかったんだよ、2回くらい来なかったのがやっと来たの、ダメだ、ちょっと見れるわ、ほんとなんかこのすごい、すごいすごいいい話のところで私も一ついいですか。なんだよ、そう、いやいや、台本って何かな何これ、まだあんのなんかあんの、今日は2人が自由なの、まあ、なんかね、すごいメールが届いてるのでこれだけぜひ読ませてください。どうですか、マロニエルの皆さん、マロラジは、マロラジは先日、栃木に行ってきました、うん、そこで、まなみのタオルを使って、うん、二次元カラーのコーナー用に写真を撮ってきました。まなみのファンの方には申し訳ないのですが、まなみなら、俺の横で寝てるよ。ではこれからもたくさんの二次元カラーの写真お待ちしています。したらマミ、えお前かわいい一緒に行ってわわかる、これあのお湯のお布団にね、これ栃木の時ってこの間のロケだと、そうだよ、おあれなんかね、モチョがいない間にね、したらさんがね突然ね、めっちゃね、どうやったら寝てるっぽくなるかなどうやったらいいかなって言って、やってた、やってた、どこまで布団かぶせたらいいかなって、なんかすごいリアルですね、うまく撮れてるでしょ、うん、しかも横から見た感じがすごい出てる、あれいい写真だと思うのでしょ、これはね、あのみんな結構ね、こう顔隠してこうやってタオル持って一生懸命勇気を出して撮ってきてくれたの分かるんだけど、もっとこういうね、なんだろう、斜め上から突っ込んできた写真が欲しいすごいエッジの立った写真が欲しい、うん、ね、みんなからの挑戦を待っています、俺を超えてみなさいよろしくお願いします、よろしくお願いします、ということで今回のマロラジそろそろお時間となってしまいました。まあね、今回は
ちょっとロケスペシャルっていう感じで私たちの写真と感想を交えてお送りしたんですけど、いかがだったでしょうか。楽しかったです。君たちが感想を言うのかい。まあ皆さんに聞いたんですけどね、次回はまた通常営業でお送りいたしますので、お便りコーナーへメールの差し送ってきてください。私たちへのメッセージ、これは栃木県民ですか、おしゃこめイラストコーナー、二次元からマロニエルが来るそうですよ。すべてのコーナーへの応募は、なんでそんなに笑うの、とちてれアニメ専用サイトから投稿していただけます。はい。今回の動画配信の中で紹介させていただいたメッセージを送っていただいた皆様には、マロニエルのグッズをプレゼントさせていただきます。わわわわわわ。各コーナーの応募は随時受け付けておりますので、これどうかなとか面白いの思いついたという瞬間にバババババとどんどん送ってきてください。そして私たちマロニエールはこれからもとちてれ専用のホームページで毎月さまざまなお知らせをしちゃいます。地元アニメ企業団体の最新情報やとちてれで放送するアニメ情報、そしてそして大事な第3回とちてれアニメフェスタ情報なども随時お知らせしていきます。マネージャーの安田さんのツイッターも要チェックです。こちらでもね情報更新されますのでよろしくお願いします。次回のボイスコミックは4月1日のエイプリルフールに更新予定です。更新されるのかな、うそされたよ、うっそーみたいなないようにマロラジなんてねってぜひぜひ楽しみにしていてください。それじゃあみんな、また。